はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、クラブの希望ここに集結ということで、エクスペがね登場してますので、そちらの伝説、手徹底解説やっております。えー、今回の動画、パート4ということで、えー、4本目の動画やっていきたいなと思います。はい、ということでね、昨日から、えー、行ってます、この評価動画なんですがね、今回のパート4からなんと J2 に入っていくということでね、 まあ、ここからもね、まあ、ようやく半分を超えていくというね、形になるんで、まあ、パート7ぐらいまでね、続いていくと思いますね。ちょうど折り返し地点になるわけなんですが、まあ、J2 もね、結構、えー、フレッシュな面々から、まあ、これまでね、結構、えー、ね、グレード85以上とかで見る選手も中にはいたりもするんですが、よりね、まあ、J1 よりもフレッシュ感が増してるようなね、 はい。漢字の選出になってますので、まあ結構ね、それなりにやっぱり価値の、えー、高そうな選手というのがね、まあ登場するんじゃないかなというところで、まあ中身がね、えー、気になるところだと思いますが、ぜひよかったらね、えー、引く手、引くか引かないか迷ってる人もそうですが、まあ、引いた人はね、どういった評価ついてるかというね、ところの参考にね、ぜひしていただければなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、今回のエクスペなんですが、登場がですね、10月の11日から10月の27日まで、 で、今出てます、エクスペのガチャのみからの、おそらくね、あの、登場になると思いますので、まあね、欲しい方は、えー、ぜひね、あちらのガチャから、ぜひね、狙ってみてください。で、あとですね、今回のエクスペ全選手、どの選手かを引けばですね、タクティカル褒めがね、もらえるようになってますが、えそちらの褒め解説はね、パート1の方で全て行ってますので、え気になる方はぜひね、パート1の方をご覧になってみてください。ということで、じゃあここからはね、えー、やっていきたいと思います。評価の方をね、やっていきたいと思いますが、 まず評価基準の説明をね、先にさせてください。こちらです。はい。ということで、この動画のね、えー、評価についてなんですが、えー、スキル能力総合力のね、えー、3項目を1から10段階で、えー、評点付けをしていきたいなと思います。で、あとですね、また一人一人ね、上記の項目をもとに細かい評価をそれぞれ、えー、出していけたらなと思います。で、今回あとですね、クラちゃんのね、えー、あの評価も、えー、結構 込みでで、まあ、入れてますので、まあ、ちょっといつもよりも評価基準が緩く感じる場合があるかもしれませんがあくまで今回のねあのクラちゃんとリーグ込みの、えー、評価と思っていただければなと思いますよろしくお願いしますでは早速ですが、えー、まず1人目の選手から参りましょうではこちらですはいベガルタ仙台の合計優太選手です合計選手はスキル9能力値9総合9で評価してますはいということでここ見ていきたいんですけどもまずスキル構成ですね まあ、ドロップシュート、起点の動き、フェイントドリブルっていうね、この三段構成なんですが、まあ、ドロップとフェイントは結構連動性があるかもしれないですね。まあ、これは正直な話、まあ、ウィングでも、右ウィングでもいいし、まあ、シャドウでもいいし、なんなら、まあ、トップ下でもギリ大丈夫かなぐらいの感じなので、まあ、どこで使うかというのはね、ちょっとね、注目、えー、自分で決めていただければなと思うんですが、また、起点の動きがあるんでね、まあ、ここをちょっとどう見るかですよね。これがあることによって、ちょっと縦突破がしにくいんで、 まあ、シャドウが無難なのかな <laughs> なんかそんな感じしますけどね。真ん中いるのがちょっと無難な気がしますが、まあ、ウィングとかでも使えないわけじゃないので、まあ、それぞれね、あったところでぜひ使ってほしいなというところと、まあ、スキル構成見ても別に悪くは思わないですね。特にまあ、クラッチャーの部分で言うと、そうね、まあ、ドロップシュートどれだけ打てるかとかにもなってきますが、まあ、起点の動きでね、細かく稼ぐこともできると思うんで、まあ、悪くはないのかなというところで、まあ、急評価つけておきたいなと思います。まあ、リーグだった だったらねうーん8かなうーんまあ、B の起点の動きというのがちょっとリーグ面で言うと、ちょっとネックになっちゃうかな。逆に、まあ、良さをちょっと消しちゃうというか、まあ、特にウィングで使ったときなんですけど、まあ、フェイントとド,ドロップっていうのはすごくいいんですが、これを、うんまあ、その起点の動きがあることによって、ちょっと鈍くなるね、動きがね。まあ、自分でボールキープしたりとかする動き、どっちかというと自分でゴールを狙い行くという,いうよりは、まあ、周りを生かそうとしてしまうので、うーん。 まあ、それだとこのシュートスキルがちょっといきなくなってしまう可能性もあるので、まあ、リーグ面で見たら8が限界かなと思います。はい。まあ、リーグだけだったら、まあ、起点の動きを解放しなくてというね、あの、選択もあると思うんで、そこはね、ちょっとね、考えてみてください。で、能力値に関しては、ここはそうですね。まあ、オフェの基礎値も1470ぐらいありますし、 まあ、ボナ戦もね、ええー、オフェンスオフェンスの15%プラスということで、まあ、ここは悪い気はしないですね。まあ、9評価はつけれると思います。まあ、なんなら、クラブリンクでね、えー、マックス、まあ10、10%上がるんで、上がったときは、まあ、10に近いぐらいの9と思っていいんじゃないかなと思います。で、総合的には9の評価で、えー、つけたいなと思います。 はい。ということで、まあ、ここはどっちかというとそうですね。クラちゃんの価値の方が大きいですが、使い方によってはリーグとかでもなしではないかなぐらいかなと思います。まあ、特にウィングの交代要因とかちょっと面白さがあるかもしれませんし、ま、あシャドウとかね、トップ下とかで、ま、使ってみても、ま、仕上がれば面白いのかなというところがありますが、まあ、クラちゃんの方がハードルはちょっと低そうかなと思いますね。なので、ま、個人的にはクラちゃんにちょっと寄っているカードに見えますが、 まあ、リーグのね、まあ、結構センスとかがついてしまっても、まあ、そっちの道も、まあ、追えなくはないと思っていただければなと思います。で、クラチャンで使うとなるとね、まあ、このドロップシュートというところがね、生きてくるかどうかになるので、まあ、フェイントドリブルとか持ってるんでね、比較的、まあ、生きそうではありますが、あんまり起点の動きに頼りすぎちゃうと、まあ、ちょっとかえってね、えー、思ったより稼げなくなってしまうので、そこはちょっとね、悩みどこかなと思います。まあ、結局やっぱ A スキルのね、価値高いんで、まあ、ドロップある程度打たないと考えると、まあ、やっぱシャドウかな。 ちょっとね、トップ下手ちょっと遠そうな気がしますね。うんまあ、ここをどう見るかっていうのはちょっと使ってみないと、まあ、最終的に判断で,できませんが、まあ、イメージ的にはシャドウか、まあ、リーグで言うんだったらまあシャドウかウィングかみたいな感じかなと思います。はい、では続きまして、2人目の選手見ていきましょう、こちらです。はい、えー、ブラブリッツ秋田の庭ワ音選手です。 三羽選手はスキル8、能力値9、総合8で評価してます。はい、ここ見ていきたいんですが、まずスキル8ということで、えー、構成はですね、ダイナミックフライングボレーと、ハードチェイシングとヘディングシュート。悪くないですね。まあ、個人的には結構好きな形ですけど、このちょっと C のヘディングがねうん、せめて近距離シュートとかあったらよかったね。もっと使いやすかったと思うんですけど、ちょっとボレー1本頼みみたいになっちゃってるんでね。うんまあ、ボレーはまあ、決まれば強いし、まあ、ダイナミックの方なんで裏30あるんで、 まあ、クラチャン面で見ても、まあ、面白いっちゃ面白いですけど、ただ安定して稼ぐようなスキルではないからね、結局。うん。ってなると、まあ、どっちかというと、正直、こうリーグ向きなのかなと。むしろね。はい。まあ、リーグで、まあ、ダイナミックフライングボール1本使って、まあ、ゴール狙うみたいな作戦になった時に、まあ、面白さはあるのかなというところで、まあ、一応8評価かな。まあ、これリーグクラチャンどっちも8かな。まあ、クラチャンだったらもしかしたら7ぐらいでもおかしくないかもしれないですけど、まあ、周り次第かな。回り次第でも8の評価つけれるんで、 まあ一応8に、はい、しておきたいなと思います。で、能力値ですね。まあここに関しては、まあそうね。まあオフェチがね、まあ基礎値が高いんでね、1559ということでね、まあ9評価はつけていいんじゃないかなと思います。まあ5センチしてればね、10評価とかも全然あったぐらいなんで、はい、まあこれぐらいかなと思います。で、総合的にはまあ8の評価が、えー、妥当かなと思います。 はい。ということで、まあね、なかなかね、氷点付けってなると、ちょっと氷点付けづらいんですよね、このスキル構成ね。まあ僕は好きですけどね、ボレーは好きなんでね。はい。ということで、まあ面白さはあるカードだし、今一発あるカードだと思うんですが、エクスペッとしてとの、まあ、なんていうかな、エクスペッとしたら、まあちょっとね、価値見出しにくいかなっていうね。まあ単純なね、まあ普通の限定と思えばね、まあ別に悪くはないですがの。あの、まあクラちゃんにはちょっと厳しいところが正直安定はしないだろうなっていうね。 ところがあるので、そこを割り切って使うんだったら、クラチャンでもなしではないと思いますが、EP とかついてね。まあ、基本的には、まあ、リーグの、まあ、後半の交代要員とかで使って、まあ、一発ボレー打ってくれんかな、みたいな。一発二発ぐらいね、打ってくれんかな、みたいな。そんな感じで使うのが、なんかベストなような気がするんで、個人的には、まあ、ちょっとリーグ向きなような気がするんで、まあ、そこをどう見るかですね。まあ、そこを把握した上で、まあ、使うかどうか。まあ、もしくは、まセンスが、まあ、センスがね、どうついていくかによって、 まあ、使おうと思えば、まあね、クラチャンで EP がね、乗ればね、クラチャンで使えると思うし、まあ、ガチセンス乗ったらリーグで使えると思うし、となると、まあ、リーグで使うんだったらやっぱね、ダイナミックフライングボレーがもうキーになってくるんで、まあ、スキル強化とかの価値がね、結構高いと思うんでね、まあ、そういうところをちょっと追い求めて、もしつけば、まあ、リーグとかでちょっと試してみても面白いかもしれませんね、ぐらいですかね。はい、それぐらいの認識でいいんじゃないかなと思います。はい、じゃ続きまして3選手目見ていきましょう。こちらです。 はい。モンテリオ山形の南修斗選手ですね。南選手はスキルが9、能力値8、総合9で評価してます。はい。ここも見ていきたいんですが、まずスキル構成がトルクモーター、ピンポイントフィード、パスカットという組み合わせね。まあ、これはいいんじゃないかなと思いますね。まあ、リーグ面で見てもまあトルクモーターあってにできますし、まあ、パスカットも一応持ってるんで、まあ、スティールが全く効かないわけじゃないんで、まあ、ここに期待しつつ、 まあ、ピンポイントヒード持ってるんで、まあ、クラチャン面とかで見てもね、まあ、トルクモーターも結構安定して発動しそうだし、まあ、クラチャンで見ても9。まあ、リーグで見たらちょっとね、パスカットが C の部8かなと思うんですが、まあ、クラチャン的には9つけていいと思います。で、能力値的にはですね、まあ、ここもディフェ値が高いわけじゃないんでね、本当はボナセンディフェ欲しいとこですが、まあ、スタミナ高くなるのは決して悪いことではないので、まあ、一応8はつけたいなと思いますね。はい。で、総合的にはまあ、9の評価で、はい、つけたいなと思います。まあ、リーグだったら8、 かなまあ、8かなうん。って感じがします。はい。ということで、まあ、一応スキルが結構整ってるので、クラちゃんでもリーグでもそれなりに活躍ができるんじゃないかなというスキル構成はしてますが、まあ、個人的にはここもまあ、そうね、C のパスカットの不安要素とかを踏まえるんであれば、まあ、EP つけてクラちゃんの方が価値は高いんじゃないかなと思います。まあ、どうしてもリーグで使いたいってなった時は、まあ、そうね、えー、ディフェンチ上げたいん、ね、で、とりあえずね。 まスキル強化も、トルコモーター強化もいいんですが、個人的にはここはどっちかというとディフェッチ上げて、パスカットの精度とかもちょっと期待しつつ、使うっていうのがベストかなと思うんで、キラとかクラブリンクの影響とか結構大きくあの反映されると思っていいと思います。なので、そこら辺とかでね上積みあれば全然リーグとかで使ってもいいと思うんで、既にね、南選手のキラとか、それこそね、モナ戦以外のまあセンスが結構整ってる選手、整ってる人ね。はい。 まあ特にディフェッチかなを上げれる人からしたら、まあリーグ用で取っても面白いんですが、ただよっぽどね、ちょっと高く望まれるので、その能力値の上昇がね、まあよっぽど仕上がってないとちょっとリーグのねと、まあ言ったらボランチとしてはちょっと厳しいのかなというところが正直あります。はい。ただそこをまあね、あの、乗り越えるためにはまず、ね、<laughs> まあそ、そもそもまソックス入れたりとか、 まあ、クラブリンクのね、そのプラスセンスの影響が結構でかく反映されるような、あの、例えばディフェプラスのね、センス持ってるとか、まあそういうところがあれば、ちょっと緩和されると思うんで、まあそういうところがね、結構強みにあるんだったら、リーグでもありじゃないかなと思いますが、基本的にはクラちゃん向きと思っていいと思います。まあトルクモーターとかね、ピンポイントヒートバスカット、まあある程度稼げる見込みがつくと思うんで、まあここを活かして、ぜひね、クラちゃんでね、まあ生きるっていうのが、まあ一番いい方法かなとは、個人的には思います。 はい。では続きまして4選手目見ていきましょう。こちらです。はい。いわき FC の佐賀陸選手ですね。佐賀選手はスキル9、能力値9、総合9で評価してます。はい。ではここもね、見てい行きたいんですが、まずスキルが9ということで、えー、構成がですね、ガーディアンとアーリーえー、違う違う、チップパスとパスカットね。はい。 という組み合わせですが、まあこれは悪くないですね。まあサイドバックでもいいし、まあサイドハーフでもいいし、まあウィングはちょっとね、ガーディアンきつそうなんでちょっとあれですけど、まあクラちゃん的に見ても、まあリーグで見たらここもまあ8、まあでもサイドハーフで見たら9つけてもいいかなぐらいかなって感じがしますので、まあ一応9は両方つけれるんじゃないかなというところで、まあスキルは9でいいと思います。で、能力値に関しても、ここもね、ディフェチがね、1390ありまして、ボナセンディフェしっかり持ってるんでね。 まあここは9評価、まあ、つけていいんじゃないかなと思います。まあ、プラスね、クラブリンクがマックスまで発動するんだったら、まあ、10に近い9ぐらいの、はい、評価と思っていいと思います。で総合的にはまあ9の評価が妥当かなと思います。はい、ということで、まあ、ここも正直10に近い9かな。うんまあ、クラチャーだ考えたら10つけてもいいような気がしましたが、まあ、一応ちょっと9にはしてるところは、やっぱりちょっとまあ、そうね、C のパスカットがネックなところがあるというところぐらいかな。まあ、あとはそんなに気にならなくて、まあ、ガーディアンとチップパスの組み合わせも、特にサイドハーフ、 ととととしてみると結構価値高いいかなというこころで、まあ、これクラチャンで見てもねガーディアンでしっかり稼げそうだし、まあ、リーグで見てもねガーディアンとチップパスでまあそれなりにしっかりと守備しつつ攻撃にも参加できるというところで,でまあ一応パスカットにねシーンもありますし、まあ、ディフェッチもね補えているというところもあるので、まあ、リーグ面で見ても結構印象はまあいいかなとサイドハーフでね見たら特にいいのかなと思います、まあ、結構ディフェッチとか乗ってくれば何ならサイドハーフとかでもあサイドハーフでサイドバックでも まあ、ある程度、機能はすると思うんで、まあ、そういうところを含めて、まあ、考えてもいいと思うし、まあね、1ピつけば、クラチャンで、運用していいと思うし、ということで、まあ、結構、どっちも、うん。まあ、偏れば、どっちでもいけそうかな、というところで、まあ、ここも結構、万能な、まあ、感じと言っていいんじゃないかなと思います。まあ、比較的、能力値のネックとかも、ちょっとね、少なそうだし、 まあただね、リーグで使うとなったらね、もうちょっと上積みは正直したいところで、まあここもディフェッチとかね、もうちょっと正直追い求めていった方がいいのはいいんですが、まあこのままでも十分ね、活躍する可能性は十分にあると思うので、まあぜひね、えー、特に e s は持ってる人とかはね、えー、積極的に取って取,取りに行ってもいいと思うんですが、まあ佐賀選手もちょっとね、評価上がりそうなのでね、後半がちょっと難しいですけどね、そこの先読みとか入れて、まあここで取るべきなのか、まあ今後に期待していいのかというところは判断してもいいんじゃないかなと思いますね。はい。 ま、即戦力で欲しいんだったらね、結構ピンズド補強になりかねないので、まあ、ここはぜひね、狙うべき人はしっかりと狙ってお気に入り券使ってでもね、交換してもいいレベルかなとは思います。はい。じゃ続きまして5人目の選手見ていきましょう。こちらです。はい。水戸ホーリーホックの武田秀俊選手ですね。武田選手はスキルが9、能力値7、総合8で評価してます。 はい。では、ここも見ていきたいんですが、まずスキル構成がですね、ここは9つけましたね。はい。ここもいい評価なんですが、まあ、レールパス、インターセプト、ビルドアップ、ブレイクということで、まあ、CMF か、もしくは、まあ、トップ下が結構望まれるのかなと、まあ、なんならサイドハーフでも一応使えないことはないけどね。はい。ということで、まあ、特にクラチャンで見ると、まあ、そうね、CMF、OMF、どちらかで使う価値が高いと思うんですが、 まあ、レールパスね、ある程度発動を見込めますし、まあ、ビルドアップブレイクとインターセプトもね、それなりに発動を見込めるんで、まあ、EP 稼ぐってなると、まあまあ、仕事してくれそうかなという感じがしますので、まあ、クラチャンの評価で9かな。で、リーグで見ると、まあ、ちょっと守備面不安があるんですが、まあ、トップ下として見たときに、まあ、悪くはないんで、まあ、8はつけれるかなと思いますね。レールパスとビルドアップブレイクぐらいの組み合わせでね。はい。で、能力値に関しては、ちょうどちょっとここも割れてるんでね。 まあ、オフィーディフェは荒れてるので、ちょっと評価しづらいですが、うーん、まあそうね、ディフェンス,スキルとかもあるんで、まあ、レールパスはそんなに能力値関係なさそうですが、まあ、守備のね、このディフェ値に関して言えば、まあ、モルにね、関係するインターセプト、ビルドアップ、ブレイクあるので、まあ、ここに関してはね、ちょっとやっぱり評価つけづらいかなっていうところに、まあ7かな。まあ、でも、ボナーセンディフェンとかでもないしね、基礎値も1100台なんで、まあ7が妥当かなと思います。まあ、そこで間取って8が、はい、妥当かなと思います。 まあリーグ面で見たら7かな。うん、そんな感じがしますね。はい。ということで、まあ、武田選手のカードね。まあ、どっちかというと、ここもまあ、クラチャン向きかな。はい。まあ、レールパスしっかり打って稼いで、まあ、ビルドアップブレイクとインターセプトで、まあ、もうちょっと拾っていくというね、感じになると思うんですが、まあ、パス系はね、結構安定しやすい。まあ、展開にもよりますけど、ある程度発動は見込めると思うんで、まあ、EP に乗ってクラチャンの面、まあ、路線だったら悪くないんじゃないかなと。 まあちょっとリーグで使うってなると、まあトップ下としてもちょっとね、スキル構成的には、まあレールパスはいいんですが、他のスキル、2スキルが、まあ、ビルドアップブレイクはいいんだけどね、インターセプトのところがっていうところになりそうなので、まあ、第1候補とかではちょっと上がりにくいかな。うん。で、能力値移動そんなにするタイプでもないんで、まあ、ディフェッチーや C って言うんならね、インターセプト、ビルドアップブレイク関係ありますけど、うん。まあもうちょっと上位級の選手とか狙えそうかなっていうね、リーグで使うんだったらね。うん。 まあ武田選手自体もね、まぁ、あ、一回85以上の限定とか出てましたからね、あの時何でしたっけあれ何の時だったかな ?UAV の時でしたっけなんかあの時に確か出てたと思うんで、まあ今後もね、85以上の限定出る可能性十分にある選手だと思いますが、まあ、そっちにリーグ面だったら期待してもいいんじゃないかなっていうところかな。まあ、ここはもう EP 結構しっかりついてクラチャンというところが見えてるんだったら、まあ、取りに行ってもいいレベルぐらいかなとは思います。ちょっとリーグ面だと、まあ厳しいところが残るんじゃないかなと、個人的には思いますので、 まあ、クラちゃんメインで、えー、ぜひ狙う人は狙ってみてください。まあ、リーグ面でもね、まあ、レールパス頼みでよければ、まあ、悪いところではないです、正直ね。ただまあ、ここのポジションも結構いい選手増えてきてるんで、まあ、武田選手にこだわらないんだったら、まだまだ他の選手でチャンス狙ってもいいと思うし、まあ、武田選手で狙っても、武田選手の今後の活躍を祈ってもいいんじゃないかなとは思います。はい。では、えー、今回ね、パート4、最後の選手、6人目見ていきましょう。こちらです。 はい、栃木市の竹あ違う違う、安田浩次郎選手ですね、はい。すみませんでした、失礼しました。武田選手に引っ張られすぎましたね。はい、安田浩次郎選手ですが、スキル構成が9、能力値9、総合9で評価しています。はい、ということで、ここも順に見ていきたいんですが、まずスキル構成9ということで、ここは結構まとまってるイメージありますね。 まあ、スペクタクルミドル、えー、ハードチェーシング、フェイントドリブル。まあ、いいんじゃないですかね。結構綺麗なスキル構成してて、まあ、クラチャンで見ても、まあ、正直、スペクタクルミドルに期待できるんだったら、リーグで見ても、まあ、悪くないぐらいのスキル構成はしてると思います。まあ、一応、どっちも9つけてもいいぐらいかな。なんなら。うん。まあ、リーグ目はちょっと8に近い9かもしれませんけど、まあ、クラチャンだったらもう、堂々と9つけていいんじゃないかなと思います。で、能力値も、まあ、オフェ値ね、1400台ありますし、ここにプラスね、ボナー戦のオフェプラスありますんで、 これ考えると、まあ9は、はい、つけれると思いますし、まあプラスでね、まあ、ね、栃木でクラブリンク使ってる人だったら、まあ10に近い9ぐらいの評価はつけれると思います。で、総合的には、まあここ9の評価で、はい、文句ないかなと思います。 はい、ここはね、まあ正直ね、結構感触いいんじゃないかな。今回僕も見てて思いますけど、まあね、あのスキル構成結構まとまってて、まあミドルシュートがメインになってくると思いますが、まあそれを補助するね、フェイントドリブルもありますし、まあハードチーシングでね、まあ高い位置から仕掛けてというところも、まあ引っ掛けてというところもね、ありますから、まあ期待できるスキル構成じゃないかなと思います。 であとは、ま、能力値のところとかを、まあ、リーグ面とかね、考えるんだったら、よっぽど求めていかないと厳しいでしょうけど、どっちみちね。うん。まあ、よっぽどっていうか、まあ、スキル強化とか、まあ、やっぱりオフェセンスがないと、トップ下として見たときに、まあ、結局、そのミドルが入るか入らないかの勝ち勝負になってくると思うんで、まあ、そこはやっぱ突き詰めていくと、まあ、どこまであったらいいというよりは、まあ、できるだけ上げたいよねっていうぐらいの感覚じゃないかなと思います。まあ、ただ、クラチャンで見るとね、どのスキルも、まあ、ある程度発動を見込めて、 まあなんなら EP 結構稼いでくれそうなんで EP つけてクラちゃんというところは結構まあ強めなんじゃないかなと思いますね。まあ十分活躍できるんじゃないかなと思いますので、まあリーグ面でもクラチャン面でもどちらでもある程度の評価は得れると思います。まあそれぞれね、どっちに言われてもまあ使う道はあるんで、まあここはまあ安田選手自体のね、まだまだ若い選手ですし、まあこれから伸びてくるかと思えば、まあどうなんでしょうね。まあチャレマ集紹介とかもで,でもできると思うんで、まあ仕上げやすさとかもあると思うんでね。 まあそういうところを含めて、まあ今のうちに取っておいてもまあそうないかなというところと、まあエクスペの恩恵結構大きく受けてる選手かなと思いますので、まあぜひねトップ下とかで、まあちょっと不足している人とか、まああとはまあ安田選手のね EP しっかりとつけて持ってる人はぜひねやってみてはいかがかなと思います。はい、ということでね、今回6選手終わりまして、パート46選手の評価以上となります。まあ結構ねフレッシュな面々が揃ったと思いますが、 まあ特にね、まあ感触良かったのは、まあ佐賀選手だったりとか、まあ南選手ね、あたり、まあ安田選手あたりとか、まあ結構 A スキルが特にね、しっかりしてる選手がまあ多かったんじゃないかな、ここはね。まあ丹羽選手とかね、ちょっとリーフよりですけどね、まあ僕が嫌いじゃないですけど、僕はまあ好きですけど、僕の独断のすごい偏った判断するんだったら、なんなら結構いい、もっといい評価つけてもいいと思うんですが、まあ世間一般の評価だったら、まあある程度意識したらね、あれぐらいの評価になっちゃいますけど、うん。 っていう感じかな。まあでも、合計選手もね、スペクタクルロククルループね、とかも活かせればなんとかなりそうだし、というところを踏まえると、まあ、やっぱり A ランクセンス結構大事になってくるんでね、まあクラチャンで見てもリーグで見ても、まあリーグで見たらね、もうちょっと厳しくちょっと見られますけどね、グレードちょっと低いんでね、なかなか壁高いですけど、まあセンス整ってて、まあ能力値もある程度選手なら、ある選手なら、まあリーグでもね、十分に通用する可能性ありますので、まあそこは見極めてね、えー、自分が今ね、1250万も使ってでも取りに行くべきかというところをね、ぜひ判断してみてください。 では今回のパート4の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。